こんにちは。映画を見に行きます。見るのはマリオね。最近いろんな人が面白い面白いって言ってますね、マリオ。午前中は、ウェイトして、その後自分のサッカーのトレーニングがあって、子供たちのね、試合がありました。今日昼の練習やって、まあ、個人でグループでやってんだけど、そこの練習で思ったことは、もう走れなくなってる、やばいと思ってスプリントやったんだけど、そこでもう全然走れなかった。マジでだいたい半分ぐらい差つけられたでね、ショックだね。いや、理由としてはもうチームの練習終わって約1ヶ月経って、1ヶ月は嘘か、まあ、3週間ないぐらい経って、まあ、チームの練習もないしゲームもないと、コンディションって簡単に落ちるなと思いました。まあでも今はもうそんなに、まあ、正直このラスト1週間でそのセグンダベイの練習に行けるとも思う、ね、なかなか可能性としては難しいと思うし、サッカーはまあ2日に1回とか3日に1回のペースでボール蹴れればいいし、感覚をね失わないようにすれればいいし、たまにビデオ電話すると痩せたねって言われるから、まあ、実際体重も減ってて、まあ、1年間戦いを終えると結構まあ、ね、正直消耗してるから痩せちゃうとは思うんだけど、まあでもまあウェイトのところもしっかりやって、まあ、栄養つけてという感じに、変えていこうかなと思います。一番日が充実はしてます。企画もしてますし、いろんなところにまたね、この夏トライし、この日本海的にトライしたいと思ってるので、また明日ね、日本人学校の補習校ですね、補習校での授業をね、明日午前中やりますので、非常に楽しみですし、まあ、もう準備のところはね全部終わってるので、あとはしっかりやってという感じにはなりますと思います。これからマリオを見て、ちょっと疲れを癒していきたいなと思います。そんな感じで終わりたいと思います。ではまた。